フジテレビは14日、公共放送局、ドイツ ZDF の子会社 ZDF エンタープライズ、社、ZDFE と連続ドラマ、1010話を共同制作することを発表した。日本とヨーロッパの放送局がグローバル展開を視野に入れた連ドラを手掛けるのは初めてで、2019年に完成予定となっている。ZDFE のロバート・フランク副社長、左、とフジテレビの太田徹常務イコールフジテレビ提供ドラマのタイトルは、ザ・ウィンドウ、で、イングランドプレミアリーグの終幕とともに始まる10週間の選手の移籍市場、トランスファーウィンドウ、にスポットを当てた作品。サッカー選手、エージェント、クラブオーナー、ジャーナリスト、そしてよ。海中の投資家たちによる、巨万の富と名声を求めた暗躍を書いていく。現在、日本人女優のオーディションを計画しており、ハリウッドのキャストも起用するとしている。フジテレビの太田徹常務は、新たな動画配信テクノロジーの到来によって、連続ドラマの市場は、過去に類のない国境を越えた、黄金時代を迎えています。我々のグローバル戦略を一新し、フジテレビのドラマ制作の DNA を欧州のパートナー、価値と共有し、日本初のドラマをグローバルにヒットさせる挑戦と考えています。世界中のサッカーを愛する人々、そしてドラマを愛する人々に、楽しんでいただける作品になると確信しています、とコメント。ZDFE のロバート・フランク副社長は、ザ・ウィンドウは、権力の物語をサッカーの世界で書くものです。ゲーム・オブ・スローンズ、ゲーム・オブ・スローンズのようなマキャベリ的世界が水平に展開してゆく物語構造に、一方で縦軸として、ビリ・オンス、ビリオンズのような、善と悪との境界が曖昧な世界で、成功を勝ち取るために意志と野望を兼ね持つ登場人物たちが、絡み合い、融合します。ぜひご期待ください、と作品のイメージを説明した。脚本を手掛けるのは、イギリスを代表する脚本家であるジェームス・ペイン氏。世界的なプロデューサーたちと、グローバルなサッカーのドラマを作り上げていくことに興奮しています。私自身多くのサッカーファン同様、今年もサッカー選手の移籍市場の壮大な物語に釘付けでした。その一つ一つのニュースの裏側に、一か八かにかけた人間の物語があります。それはまた、人と人との激しい、ディール、不交渉の結果でもあるのです、とメッセージを寄せている。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。